皆さんこんにちは。ゆっくり実況の、ズキミンです。今回は、あの伝説の鬼畜芸、人生尾形の大冒険の正統続編の新作が、なんとこのご時世にフラッシュで登場したみたいなんですよ。なんでわざわざフラッシュで作ったの？もうじきフラッシュのサポート終わっちゃうよ。大体の人は起動して最初の画面が、アドベフラッシュプレイヤーがブロックされています、だよ。というわけで、フラッシュを有効にするのに手間取るという最初の鬼畜ポイントを攻略してきました。そう、ゲームをする前から、戦いは始まっているのだ。ちなみに、あの元祖アイワナ、アイワナビーザガイは、この人生尾形の冒険にインスパイアされて作られたゲームなのです。つまり、このゲームがなければ、私もゆっくり実況することはなかっただろうし、ましてやアイワナを作ることもなかったという、なんとも思い入れの深い作品なのです。というわけでフラッシュの終了に追われながら、冒険が始まりました。横スクロールの基本といえば、まず来た道を戻ることですね。アイテムとか落ちてるので、うわぁ、アイテムなんてなかった。このテュンテュンを見るのも久しぶりですね。ゴールまでになんテュンテュンするのか心配です。完成の法則なんてなかった。ということは素早く渡り都合。うわぁ、ということは素早く戻ろう。ゆっくりした結果がこれだよ。だんだんどういうゲームかお分かりいただけたでしょうか。さすがアイワナの元ネタになるだけあって、デストラップのオープニングセールですね。一体このオワタが、何をしたというのでしょう。この世の全ての物体に嫌われた男。そう、それがこのオワタなのです。誰か助けてあげてください。どうやらここはジャンプじゃうまく届かないみたいです。ギリギリにジャンプしたら届くのかな？これどうやって進むの？全然足場に届かないんだけど。おーおー、なるほど親切だ。へー、まさかそうなるとは思わなかった。さすがこの世の全ての物体に嫌われた男。ここは、何もないのかな？怪しいスペースですね。ここまであんなに鬼畜だったのに、ここに来て急に何も穴がないことが、何より怖いです。罠あったねー。あ、そっちも罠あったのねー。この看板倒せるんじゃないでしょうか？ぐえー。ひどい目にあった。え、あの看板なんなの？生きてるの？自我が芽生えてしまったの？何にせよ、関わらないのが一番です。さて、次のステージにやってきました。さっきまで左に動いていたのは何なの？ここは急いで左に行くのがいいみたいですね。行けました。行けました。もっと頑丈に作っておいてください。誰か攻めダイン買ってきて攻めダイン。うん、これでよし。うわぁ、なんか生えてきたー。トゲが生えてくるのは何なの？この世界のタケノコみたいなものなのでしょうか。あ、殺伐とした鬼畜芸に救世主が、調子に乗ったよう看板がいます。さて、ここはどう進めばいいでしょうか。とりあえずジェノサイドルートで行きたいと思います。最後のスナイパー以外は簡単に倒せそうですね。スナイパー強い。あ、なんか偶然にも倒せました。さすが救世主、ありがとうよーカンマン。ここはトロッコがありますね。トロッコを見ると、ドンキーコングを思い出しますよね。うわぁ。ことごとく裏をかかれてストレスがすごい溜まっていくのを感じます。とう？まさかのコリンズー。なんの私の左腕のサイコガンが火を吹くダメだねー。この手の線路ってなんで歩いて渡らないの？アンチスタンドバイミーなの？少年時代の青春はもう帰ってこないの？なんだか切ないですね。ああ、まさかの対向車。ジャンプで避けましょう、ジャンプで。よいしょ。トロッコ同士はぶつかっても無傷なのは納得いかない。あ、なんかありますよ。これ完全にドンキーコングじゃん。うわーい。うおー、汚い花火だなー。なんとも手の込んだ鬼畜トラップですね。わあ、なんとか進めました。ああ、今度はトゲだらけみたいですね。
偶然にもくぼんでいるところがあるので、ここでタイミングを見て進みましょう。よくあるロックマンステージみたいですね。あっちにもくぼみがあります。ここでやり過ごしましょう。まさかのセパレートタイプだった。ここは一気に駆け抜けた方がいいですね。タイミングが合わない。すごいシビアです。これ進めるの？あ、ちょっとわかった気がする。まさかのアンチ、私の右腕は、今完全にえぐれているでしょう。怖い怖い。でも進めそうですね。まさかの規格変動。こっちが安全ですね。いやこれ絶対に初見じゃ無理でしょ。わーい、出口が近い。うわあ。近くて遠い、出口。これは人生たまには立ち止まることも必要だよ、ということを教えてくれているに違いないでしょう。何が落ちてくるかわからないからね。あ、なんか二つの台風が揺れています。これはこんな風に風に乗って進んでいく感じですね。激しく忍者なぜか忍者がいるので避けていきましょう。この忍者のいたくぼみはなんかあるかな？なんもなかった。今度はチャーハン作るよがいます。まあ、そうなるとは思っていた。チャーハン涙目。この5スタッフが美味しくいただきました。うわぁ、フライパンでガードしないでチャーハンこぼしてしょぼーんとしていますが、ガン無視していきましょう。あ、ゴールが近いらしいですよ。でもちょっと怪しい。ああ、こっちが正規ルートなのかな？でもここはやっぱり上に行ったらどうなるか気になります。天使がいっぱいいますね。こっちは人生のゴール地点だった。ある意味間違ってはないですね。チャーハンが地味に強い。ということはやっぱりこっちが正規ルート。笑顔で包丁を。いやこれ事件ですよ事件。包丁を持った男がゴール付近で暴れています。誰か対位法お願いします。まあ私も倒してしまったので過剰防衛で捕まることになるんですけどね。やる音やらない起きたここに来てまさかのボス戦。パターン覚えゲーですね。こういうのはどちらか一方を重点的に攻撃した方がいいんでしょうか。それとも、両方平等に攻撃した方がいいんでしょうか。片方を倒すと、もう片方がものすごいパワーアップして襲ってくるみたいなパターンもあるので、判断が難しいですね。いやその力あるなら最初から本気で戦えばいいじゃん、なんて思うのは私だけでしょうか。そして、このボス地味に硬い。あ、オプーナだ、エナジーボンボン懐かしい。私はオプーナを買う権利を持ってないので遊んだことはないですが、キャラデザがちょっと残念なだけで、実は妖芸らしいですよ。私からオプーナを買う権利をあげるので、皆さんも買ってやってみてください。そして、このボスほどほどに苦戦しましたが、編集の力で、あっさりとやらないを倒しました。特に片方を倒しても、パワーアップはしないみたいですね。親切設計なのか、単に作るのが面倒くさかったのかはわかりませんが、単純に攻撃が2分の1になるので、簡単に避けることができますね。まあ、やらないをがやられても、やるをだったら別に動じないだろうというのは、なんとなくわかるような気もします。もうちょっとで削り切れそうですね。これがラスボスなのかな？倒しました。特に感動的な音楽が流れたりとか、そういう達成感を与える演出なんてなかった。虚無ですよ虚無。まだ終わらないのねチャンネルでは、この他にも色々な動画を作っています。もしよろしければ、見ていってくださいねよかったら、グッドボタン、コメントももらえると嬉しいですゆっくり実況の、るきみんでした。またねー。